平野紫仕様が寝癖ショット公開。ファンからの大反響に驚きと賞賛の声。元キング・アンドプスのメンバーである平野仕様26が自身のインスタグラムで宣言通りの寝癖ショットを公開しました。この投稿に対してファンからは1万8000件以上のコメントが寄せられ、驚きと賞賛の声が広がりました。 一体なぜ、シングセショットがこんなにも大きな反響を呼んだのでしょうか平野仕様は7日に出演したエンターテインメント会社、とべの公式 YouTube チャンネルで、シングセの写真を公開すると宣言していました。そして、その宣言通りに彼は9日、自身のインスタグラムで寝癖ショットを披露しました。投稿のキャプションには、おはようしょう。 と挨拶の言葉が添えられ、今日の出かける前の寝癖乗せておくねえむ、と書かれています。さらに、自身の状態について、多分左向いて寝て、たんだろうねえむ、と予想しています。この投稿に対して、フォロワーからは驚きと賞賛の声が相次ぎました。コメント欄には、寝起きからそんな美女牧池なんですか もっと爆発してるのかと思った本当に寝癖を乗せてくれるんだ寝癖なのにこんなにかっこいいって何者も,もっとひどいの想像してた寝起きがこんなイケメンって罪だよといった声が溢れていました投稿からわずか40分でコメント数は1万8000件以上に達しました平野仕様の寝癖ショットがここまでの反響を読んだ理由は何なのでしょうか 彼の魅力やファンとの関係性について考察していきましょう。平野仕様は、キング・アンド・ピスとしての活動を通じて多くのファンを魅了してきました。グループとしての成功に加え、彼自身の魅力的なルックスやパフォーマンスが彼の人気を支えてきました。そのため、彼のファンは彼の日常や個人的な姿にも大きな関心を寄せています。 シングセショットの公開は、平野仕様のファンにとっては彼の素顔を見る貴重な機会となったのでしょう。普段は完璧な姿でステージに立っている彼が、シングセを抱えながらの写真を公開することで、ファンに対する親近感や共感を生み出したのかもしれません。また、彼の寝癖ショットが予想以上に魅力的だったことも反響を読んだ一因です。 シングセという普段は隠れてしまう個人的な姿が、彼のイケメンさを一層引き立てたのです。ファンからは、シングセなのにこんなにかっこいい、といった驚きの声が上がりました。さらに、シングセショットがユーモラスであったことも注目に値します。彼自身がキャプションで、多分左向いて寝て、たんだろうね、えむ。 と推測している通り、シングセがあること自体を自虐的に楽しんでいる姿勢が感じられました。このような自己ネタやユーモアが彼のファンに愛される要素の一つであり、シングセショットがそれを体現していたのです。さらに、SNS の特性も彼の寝癖ショットが拡散される要因となりました。SNS 上ではファン同士が彼の投稿をシェアし合い、 その存在が拡散されやすくなります。特に驚きやユーモアの要素がある投稿は他のユーザーたちにもシェアされやすくなるのです。最後に平野潮自身の人格魅力もネグセショットの反響に影響を与えた要素です。彼はファンとのコミュニケーションを大切にし、常にファンの声に対して感謝の気持ちを示しています。その姿勢が 彼のファンからの支持を一層強固なものにしているのです。シングセショットの公開に対しても彼はファンの反応に感謝の気持ちを示しました。元キング・アンドプスの平野市用グ癖ショットを公開したことでファンからの大反響を呼びました。その反響の要因として 彼のファンにとっては彼の素顔を見る貴重な機会となったこと、シングセが予想以上に魅力的だったこと、ユーモアの要素があったこと、SNS 上での拡散が起きやすかったこと、そして彼自身の人格魅力が挙げられます。平野志耀はシングセショットを通じてファンとのコミュニケーションを深め、彼らの心をつかむことに成功しました。 これからも彼の魅力的なコンテンツが期待されるでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。